庭の温かさみたいなものが伝わってくるんですね。昨日レッスン行ってきたんだよって、自分のレッスンのテープを家族がみんな揃った時にね、こんなんでやってかけるとね、みんないなくなるそうですよ力強く行こうな野田初子さんです。今日は信濃川慕情をお送りします。